吉田彩香県議会議員。Ayan. 今年1月、kailangan may dabit din tayo ng ano. セクハラに当たる発言があったと主張しました。その内容が。Nang snack niya. 僕が今風邪をひいた。彩香ちゃんをお家に呼んであげる。kailangan may baon. その時に看護師の衣装を持ってきてもらおうかな。Yeah, may baon siya.発言があったその日に津田議員から電話があり謝罪を受けたということです。あやちゃんっていう言い方は嫌だったっていうことなので、それについて見るようなあのことをこう言われたので、それはまあ吉田さんが代表してるわけではないんだけれども、不適切だったっていうことで謝った。津田議員は細かい文言の食い違いはあるものの、もう終わり、ね、事実を概ね認めました。はい、もう終わり、もう終わりよ、もう終わり。一方、給与給の言動がセクハラなどと認定された湯県議団長の町長が今日付けで、もう終わりね、もう終わりね、時代錯誤、もう終わり、いやん、いやんいやんいやん。